いらっしゃい。海釣りでもしていくかい？いや、頑張ってくれ。ライン切れるぞ。お、やったな、僕と。
切れる前にライン交換しとけよ。ノクト、巻くのやめろ。やったな、おい。ノクト、ラインが弱ってるぞ。おい、これ見てみろ。どうした？そうか。どうしたの？新しいレシピを思いついたぞ。へえ、楽しみだな。この辺で撮ろうぜ。いいね、ここで撮るよ。はい、撮ります。お、いい感じ。軽くご飯食べよう。レストランに行ってこいと。
あ、ガーディナにようこそ。ここ、猫が食えそうなものってあるか？新しい冷やかしかしら。え？あ、いや、あ、あっちに猫が？冗談よ。事情は分かってるわ。あの子のご飯なら作ってあげる。ただ材料がね、今からお客さんに出す分で最後なの。だから、この魚を一匹調達してきてね。ちょっと待っててね。あなたいい人ね。でも気をつけなさい。猫って執着するし、何より美食家よ。美食家ね。下手なご飯じゃ満足しないの。はい、これ持ってってあげてね。できたぞ。この贅沢猫。懐かれたっぽい。どうだろう、執着されてしまうかもな。されちまうと大変だぜ。行くぞ。行こう。蒸し暑いな。だな。準備はできているか？あ、行こうか。しかし王子の威厳もなんもねえな。軽くお使い頼まれちゃったもんね。王都の外と離ればこうなんだろうな。ま、あんなノリの方が楽だわ。
面積があるってのはこの辺りか。多分な。探してみるか。ちょっと疲れてきた。軟弱も。あれに近づくわけ？起こすんじゃねえぞ。今ここまでかって思ったよ。さすがにあれと戦うのはやべえか。無理だと思った方がいい。いい塗料になりそうだな。ノクト、夜のドライブは危険だ。一度街に戻らないか。だな、街に戻るか。よし、街に戻るぞ。
ールだとすげえ綺麗だな。オルティシエだともっと美しいそうだ。この辺で撮ろうぜ。いいね、ここで撮るよ。じゃあ撮るよ。ほっ、いい感じ。いらっしゃいませ。ありがとうございます。またお待ちしております。ここって本当にロマンチックだよね。野郎どもと一緒だがな。しかも4人も。残念だったな。おお、俺新聞記者兼アクセサリー屋で、これでまたいいの作れちゃうじゃん。感じ悪かったでしょ。これ結構希少品でごめん。王子を脅してでも俺は欲しかった。難癖つけたお詫びに情報、君らがもらった金貨、あれカンナギ就任記念硬貨、あの男他にもばらまいててさ、帝国関係者かもね。でこれ宣伝、はい、俺の作品、ごひいきにどうぞ。本当に就任記念硬貨なら一般には配られていないはずだ。お小遣いって言ってたけど、宿代にでも使っちまえってな雰囲気だったけどな。さあさあ、乗船手続きちゃんとやってるよ。原石がもうほんと嬉しかったからさ。で、問題なく許可取れそうなんで、準備できたら俺んとこ来て。まさか本気で手続きしているとは思わなかった。どう言って船を動かしてんだが、職業柄ってことなんだろうが。でもアクセサリー屋でもあるんだよね。ああ、いらっしゃいませ。かしこまりました。うん、うまいな。すぐそこで取れた新鮮な魚介なんだって。これは海の近くでしか味わえ。
ノクト、今日こそ対戦勝負。キングスナイトか、受けて立ってやろうじゃねえか。なら俺も参戦してやろうか。